歌手、氷川きよしが16日までに自身のインスタグラムを更新し、ボブの新ヘアスタイルを公開した。氷川は、結局は毎日ほぼデニム。うっちのライダースはお気に入り。とつづり、淡いブルーのデニムに黒のライダースジャケットを合わせた全身ショットをアップ。 タキシード系衣装を着るので結局ボブ系に髪を切りました。と肩まで届く髪をバッサリ切ったことを明かし、なかなかロングヘアにできず、バイキーナ、と結んだ。ネット上では、素敵ですね、ゴージャス美人、などの声が上がっている。